私はもうメイクもバッチリで、髪の毛はあとねスプレーすればいいだけ。ちょっとねスプレーだけ、時間が時間やったからね、ちょっとねスプレーだけまだしてなくて、これスプレーを振ればもう私はね完璧です。まあ、朝やからね声がめっちゃ、何なんだろう、なんか空調とかかな、なんかさシンガポール、あの来たすごい南国なんですけど、やっぱり室内がとても空調がね効いていて、すごい、うわ海外だなって思いましたね。結構今までいろんな海外行かせてもらってて、空調が寒いっていつもね思ってて、すごい久しぶりに海外に来たんですけど、今回日本でいうさ電車の中みたいね。日本もさこうなんやろな、暑いのに電車の中マジ寒いやん。なんかそれと一緒やね。それがなんやろ、室内みたいな。ちょっと待ってよ、今最終調節してるから。 OK、 ちょっとねもうね、テイクアウトじゃないな、チェックアウトの準備もほとんど終わらせて、お家を出たいと、お家じゃないわ、ホテル出たいと。あとタワーね、分かってるんやけど、ちょっと待って、マジ声やばい、声やばいね、めっちゃガサガサ。まあ朝っていうのもあるやろね。マジこれやばいね。でも今日は朝ね、これ今やったらもう、あとは出発すればいいだけやから、またね長いフライトが待って、長いフライトが待って、口の色塗らないとね、ほんと不健康な顔の色してるな。よいしょ、ちょっと待ってくださいね、立ててくださったの。あー地道な走り屋さん、あ投げてくれるタイミング、いやすごい嬉しかったですけど、もうちょっと完成してからだったらあれできたのに、あのイエーイってやつ、めっちゃ私が見てなかったからごめんね。なんか何イエーイの、いやイエーイのやつだよねこれ。ああ申し訳ねえ、もうちょっと後のタイミングだったらイエーイできた。よし、ちょっとね自分もね、もうあのショールーム終わったらもう一度出ないといけない。ちょっと若干もう、ね、顔はバッチリ、いやもう完成した。今日も5時起き、睡眠は4時間寝てない、イエーイ。ちょっと大変恐縮ですが、ちょっと荷物だけしまわせてもらって、いや結構頑張ってね、バレながらね頑張ってメイクしたよ褒めてとかちゃうねんけど、褒めてとかちゃうねんけど、結構ね我ながらね頑張っちゃったよね。おメイクに、そうもうねチェックアウトのすぐチェックアウトできるようにしないといけないからさ。でももうね、昨日の夜そのほとんどあのパッキングとかは終わって、あれ終わって、まあ、今そのこの自分のさ身の回りのものって言ったらいいのくらいだから、ね、ほぼほぼねパッキングなどは終了しておりますので、昨日の夜してるんでね、シャンプーとかリンスとかもね全部
あ、見て、ほら、ネックピロー。ちょっとさ、自分入れ方下手くそで、めっちゃ形気持ち悪いけど、これちゃんとね、なんかネックピローの使い方が正直分からなくて、私の場合なんかネックピローってなんだろうね、うーん、つって使うのが正解。なんか自分出屈した、なんか自分のこうやん、こうだけど、なんかこう寝ると椅子があるやん、めっちゃ首だけこう前に寝んの、すごいなんか猫背みたいなの、こうなるわけ。え、これ合ってんのと思って、めっちゃ寝づらいやんってなって、私はこの首に値する位置のところで一番モリーンってなってるやん、それをこうやって横に持ってきて、あ、それが正解もしかして、いや、わからん、それを横に持ってきてこうやって寝よったんよ、今回この東京ちゃうわ、シンガポールに来るとき。そうだから、なんやろ、何が正解かちょっとわからへん。で、一番こうかけたときに高いところを横に持ってきて、私基本的ね、まあこうやって顔を横にしたりとかして寝るので、もうこれでこうやってもう定期的に起きて、何分単位とかに起きて、こうやってクリクリクリってクリクリクリってクリクリクリ、もう何十回繰り返したかちょっと覚えてないぐらい、それをね繰り返してね、あのね、やります。でもすごいネックピローのおかげで、まあね、あのマジで、あの首が死ぬことはなかったかなっていう感じ。そうなのね、首がねやっぱり熱いな、まだ首がねもうどっか行っちゃうからさ、寝方によってはそれがね一番怖いじゃないですか、首がどっか行っちゃうって。そう、あ、閉まらないわ、よいしょ。そう、首がねどっか行っちゃうのが一番怖いからあれなんですけど、ネックピローとバンと、もうねほとんどちょっと熱いな、まだ。あ、携帯さ閉まったけどさ、携帯閉まったら、あ、時間見れんわちょっと普通に喉乾いたもう喉がさ、あ、私のめっちゃオシャンティーなジュースを紹介しよう。昨日買ったんです。買ってもらった。じゃーん、おしゃれ。読めへんけど、なんか読めへんけど、リンゴジュースかなと思って買ったら、なんか、何？コールドブレッドティー。ティーらしいです、ティー。ティー。アップルティーで微炭酸みたいな、ちょっとね炭酸で、なんかすごい面白い味だった、可愛いなと思って買った。お酒っぽいやろ。あーね、私も最初飲んだ時、え、お酒って思って、あの英語読める、その今回のチームの方、なんて言ったらいいの、事務所の人呼んでもらったら、あ、ティーだよって言われて、微炭酸のティーだよって言われて、そうだから、なんか炭酸ってほど炭酸きつくなくて、あ、ちょっと炭酸みたいな、だからこそちょっとねアルコールかなと思ったのだけど、あのアルコールじゃないです、そんな朝から飲みませんやし、普段お酒全く飲まないんで、私もう何年も飲んでないね。おいしい。もう喉が探せやねんけど、大丈夫かな、うち声。あ、なんかすごい私おしゃれじゃない今。どう、背景ホテルやけど、飲んでるもんおしゃれやろ、メイクもバッチシやし、おしゃれ。声やばいけどね、なんか声かすれちゃったんかな、あれかな、クーラー、私喉弱いからさ、クーラー負けしたんかもしれんワンチャンありそう。
小指立ってる言われた。癖やねん、癖やねん、ごめんね。だから良くなってきてるよ。あ、ありがとう。そうなんやな、多分な、あの一応な、ここホテルクーラーつけて寝とったけん、そう、あの朝さ、あるやん、朝起きた時って声低いし、ちょっとクーラーかけてるとさ、喉ガサゴになるやん。で、水分取ってへんかったん。今日今これ飲んだから、あの回復に向かっております。ちょっとね、朝なんでね、ガスガスって言われたらちょっと言い返せないですけど、ちょっと気にしないでくださいね。ガスガスはね、あー美味しい。これさ、あ、機内持ち込みは絶対に無理やんか。水やからね、あ、水ちゃう、ジュースやから。もったいない、これ飲み切りたい、飲み切りか。あ、これキャリーの中に入れたらダメかな、空いとるからあかんか。え、これあかんのかな、キャリーバッグの中って。こいつキャリーバッグの中ね。でも開けてるから、ワンチャン爆発されたら困るから、ちょっと怖いね。飲み切らんといかんな、これは。あー、なんかさ、一番ね緊張する、海外で一番緊張するのは入国と出国。今回入国は結構楽やってんけど、あの一番やっぱ厳しいのは出国の時が一番厳しくて、結構いろいろ海外行かせてもらったりとかするけど、こうなんか忘れとってさ、例えばまあ、あ、忘れとったらそうで思い出すわ。なんか忘れとってさ、なんか例えば液体のものって100ミリ以下じゃないと持ち込めないんですよ。機内持ち込み不可なんですけど、あの何日もこっちで生活してるやん。だからさ、塗り薬とか持ち歩液状のものを結構持ち歩くことになるじゃないですか。その時にさ、あの待って、変圧器、変圧器、あれ変圧器忘れて帰るのかよ。そう、あの液状のものをあの結構持ち歩くじゃないですか。だからなんかそういう意味で、あのバタバタしてて、あ、やばい、これ入れっぱなしちゃった、キャリーもう預けちゃった、あ、捨てるしかないみたいな、この選択もう一番ね悲しいから、私はもうねちゃんとねやったはず。だから昨日と今日の朝、この配信するまでにやったから、まあ、ぶっちゃけ寝ぼけてるから正直ちょっと分からんけど、でも意外にね、ちゃんとねそういうのできる女やから、多分できるはず、できてるはず。昨日の私の寝ぼけた頭で頑張って、今日の朝メイクして髪して寝ぼけた頭でパッキングしたからきっといけるはずとか言うて、分からんけど、知らんな。もうぶっちゃけもうそん時になれな、のなんとも言えへんけど、なんとも言えへんけど、もうね、日焼け止めも、日焼け止めどこ持ってったらいいな、多分キャリの中にしまった、さっき。日焼け止めもね、私本当にアホなことしたなってことが一回あって、何かって言ったら、あの日焼け止めを新品を買って、あっち夏やからすぐ塗れるようにしようと思って、日焼け止め買って手持ちにカバンに入れちゃった。したら100ミリ超えてるからって言って、新品のまま捨てたことある。であっちに行くやん、仕事で日焼け止め持ってへん、終わったってなったことは一回あるね。まあ若かったからね、ちょっと失敗することもあるよねみたいな。そうだからもう今回はもう入国の時から日焼け止め、入国の時はなかったよね、その何ミリみたいなの、特になんかバックチェックとか、あのピピピピぐらいしかなくて、だけどそう、でももうね、あの怖かったからね、危ないよね。なんか国によってだいぶ違うから、その入国検査、出国検査、どこの国やったか忘れたけど、結構ねやばかった。
かもう朝やからさ、顔パンパンやし、目しじみやし、声ガスガスやし、やばいよね。あ、アメリカめっちゃ厳しかったよ、ビザの申請みたいなのもしたし、一番入国までの準備も一番時間かかったし、書類手続きとか一番かかったし、結構大変でしたね。あと1分15分経ったんですけど、あと1分40分で終わりにしますね。そうそうなの、ぷへぷへ。え、なんか、あのセルフプロ、違う、間違えた、違う、なんやっけあれ、なんやっけ、あのあれ、あのちょっと何の衣装か忘れたけど、あ、レフリン、違うな、あの秋みたいな衣装のあの生写真が絶賛発売中なので、皆さんよかったらゲットしてください。あの私あの一応ストーリーとか、あとツイッターにもね告知してたんですけど、生写真ね、ぜひやって、ぜひぜひゲットしてください。珍しくねベレー帽でした。あの時結構おろしの髪をやってて、なので珍しくベレー帽選抜ですね。ベレー帽にしようってメイクさんが言って、ベレー帽にしました。美味しいこれ。ボロボロのスタバの紙袋、これ使おう。なんかさ、来る時さスタバ寄ってさ、袋さ使うかなとか思ってさ取っててんな。こういう時役に立つよね。カバンちっちゃいけんさ、なんかこういう時ね、紙袋って役に立つよね。あれ、とお菓子だけね、忘れないように入れて。もう40分やんな。よし、私もチュニーからに履き替えて出発をしたいと思いますので、そろそろショールーム終了にしよう。口の色取れちゃった、飲んでたら。というわけでさあ、ここ今日もお仕事頑張ってくれよ。お仕事、お仕事か、普通にプレトリップではないかな。頑張っていきたいと思います。ちょっとね、あ、そうだから責任とかな。そう、あの夜、あ、まあ夜やからあれか、ちょっとあれやけど、あんまりね、またメール送られへんかもしれん。またストーリーはあげられ、いやちょっとあげないかもね。まあメールもなんかタイミング的に送れるタイミングがあれば送るけど、なんかちょっとね、すいませんね、少なくて申し訳ない。せっかくお試し期間とかなのに、あ、お試し期間やんな、もったいないな、申し訳ない。よっしゃ、ランキング読みたいと思います。あー、声が、13位チョロさん、12位ナッティさん、11位マックスエイトさん、10位キミナミさん、9位リッチーさん、8位姉妹さん、7位春太郎さん、6位沢正さん、5位ヤングさん、4位カヤンさん、佐伯彦さん、2位中山フェスタさん、そして今日の第1位は地道なアスリアさんです。地道なアスリアさん、クマさん、タワー、ありがとうございました。イエーイ、ありがとうございます。というわけで今日も一日頑張っていきたいと思います。私は、ジャパンに帰るのは明日帰りますので、ジャパンに会えるのはちょっと日本食が恋しいなって思っちゃったり、見ちゃったりしてジャパンに帰りたいと思います。では今日も一日頑張っていきましょう。それじゃあ、バイバイ。